白鳥座 P 星は、白鳥座の方向にある爆発型変更星である。巨大な高高度青色変更星で、スペクトル分類は、B1 やであり、銀河系で、最も高度の大きい恒星の一つである。地球からは5000光年から6000光年離れているが、五等星なので、空が暗い場所なら肉眼で見ることができる。16世紀末に突然明るく輝き出して三等星に、 なるまでは知られていなかった。1600年8月18日に、オランダの地図制作者、ウィレム・ブラウが、初めて観測し、神聖として、バイエルフ号の P が付与された。6年後から徐々に減行し、1626年には、肉眼では見えないほど、暗くなった。1655年に、再び増光し1662年に現行、減行 1665年に再度増加した後、高度変化が繰り返され、1715年以降は後頭性として安定し、小さい変動が続く一方、100年で0.15、等級前後とはずかずつ増加しているとの報告がある。21世紀初頭における、明るさは4.8等級で、数日程度の短い周期で0.1等級未満の不規則な変更を示し、 より長い時間軸では0.2等級程度の振幅で不規則に変動している。2018年8月には東京大学のグループにより1600年の増高時に放出されたガスによって生じた半径約2兆 km の衝撃波とは別に半径約7000万 km の衝撃波が存在するという研究結果が発表された。この衝撃波は 従来知られていた外側の衝撃波と異なり、定常的な恒星からのガスの放出によって生じたものであると考えられている。白鳥ザピー星はかつて永遠の神星と呼ばれていた。スペクトルの類似やガスの放出、そして神星が爆発型変更性と混同されていたことがあるためだが、現在は神星とは別種の天体であることが明らかとなっている。 白鳥座ピー星のような明るい高高度青色変更性は極めて珍しく寿命も短い。このような星は銀河の中で星の誕生が激しく続いている場所にしか現れない。高高度青色変更性は質量とエネルギーが非常に大きいため核融合燃料の水素をすぐに使い尽くしてしまう。このような恒星はわずか数百万年輝いた後、 超新星となって爆発する。2006年に観測された超新星 SN2006G は銀河系から2億3800万光年離れた位置にあった白鳥座 P 星のような高高度青色変更性の最後の姿だと考えられている。白鳥座 P 星の場合、主系列を離れて間もない水素核燃焼を起こしている。 段階で赤色超巨星への進化の途上にあると考えられ、最後は IIB 型超新星として一生を得ると予想される。白鳥ザピー星の Hα スペクトルに見る p シグプロファイル。文工学的な観測では単一スペクトル線のプロファイル中に基線と吸収線の両方が観測され、構成から離れた位置にまで広がった膨張するガスの 外装の存在が示唆された。スペクトル線本位内の波長と比べると、恒星に近い高温の領域から放射される気線は、高い熱運動速度と、全方位への膨張によって、大きなドップラー幅を持つ一方、より恒星から離れた位置でできる吸収線は、恒星の光を遮る方向でのみ生じ、その方向に膨張するガスは観測者に向かって、 接近するため、青型変異する。このようなプロファイルは、白鳥ザ・ P 星で、初めて発見されたので P、シグプロファイルと呼ばれ、様々なタイプの構成の構成風を研究するのに役立つ。ありがとうございます。